はい、どうも皆さんこんにちは、りょうです。本日は中目黒にやってきました。今日はですね、買い物をしたいと思います。ちょっと予約してる商品があるんでね、取りに行きます。はい、で今日カメラマンをやってくれている手嶋くんです。どうもどうも。 YouTube やってますもんね。 YouTube やってます。ぜひチャンネル登録をしてあげてください。よろしくお願いします。はい、僕は勉強させていただきます。お願いします。今日はお願いします。はい、じゃあ早速行きたいと思います。行きましょう。はい、僕はこんな感じでいいですか？うん、全然大丈夫です。雨降ってきてるからね。そう、雨降ってるんですよ今日。そうですよ ね。台風来てますもんね。あ、そっかそっか、台風来てるからね。はい、今日はここのお店です。中目黒のベシックスっていうお店にやってきました。はい、早速ね、はい、行きたいと思います。行きましょう。はい、こんにちは。こんにちは。店長さんの角地さんという方です。角地です、よろしくお願いします。お願いします。お店のなんかコンセプトとかそういうところから軽くお話を聞きたいと思うんですが、はい、いいですかね。はい、ベシックスというお店で、ベーシックとビーシックっていう2つの言葉を、言葉遊びみたいにしたお店の名前にしてます。面白いです。ベーシックとシックシックを掛け合わせた言葉遊びと。はい、元々はユナイテッドアローズにいらっしゃったということで。はい、15年ぐらい働かせていただいて。すごい長い。で、いながら準備をして、3年ぐらいかけてこのお店を始めました。本当オープンも最近というか2年前ぐらいですね。そうです、はい、2015年末ぐらいに会社を辞めて、2016年の8月にお店を始めてます。全然知らなかったんです。通販から知った感じですね。あ、そうですね、最初そうでしたね。はい、そうです。すごい素敵なお店なので、うんうん、みんなに知ってもらいたくて今日撮影をさせてもらうことになりました。はい、お願いします。では早速ちょっと店内を。軽くちょっとお店の、ブランドだとか商品をちょっと見ていきたいと思います。僕は気になってたのがこのブランド、なんていうワッコワッコっていうブランド、この W、 あ、そうそう、 W が2つついてる、ね、ワッコワッコっていうブランド、ワッコワッコ、はい、バーバリーのヴィンテージのコートをリメイクして作っているアイテム、はいはい、なのでバーバリー柄なんですね。そう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 、これ商品じゃないみたいなんですけど、そこにバーバリーのタグ、はいはい、その上にブランドタグがついてるっていうのが、うん、まあ、分かりやすいかなと思います。個人的にちょっとこれが気になっていて、これって何て言うんですか？サコッシュなんですか？サコッシュというのか。オーバーランドっていうブランドがあって、はいはい、パスケースを復刻しているデザインです。あ、なるほど、はい、クロシェットとかも出てて、それもエルメスの形をそのまま起こすみたいな。で、一つ一つやっぱ違うんですね。そうなんです、これも裏返すとこちらと色が違ってて、全部バーバリーの生地がもうブレてる分、一つ一つに個体差があります。なるほど。取り扱ってるお店も割と少ないと思うので、そうですね、はい、はい、ぜひチェックしてください。はい、個人的にすごい気になってブルゾンがすごい気になってて、このブランドはもうこのお店を知ってから実は知ったんですけど、マイヌっていうブランドですよね。はい、マナビさんって方がやってるブランドですよね。はい、他に情報があれば教えてほしいんですけど、なんかブランドは。はい、元々、マナビさん自身は別のブランドの中で働いていらっしゃって、ドメスティックのブランドなんですけども、とても有名なブランドの中でやってらっしゃった方と、はい、あとパタンナーも今パリコレとかに出られてるようなブランドの、経験とかを持ってらっしゃるような方で、はい、すごくこう力のある2人が一緒に他の国でやってらっしゃるっていうブランドです。で、今回これは別注なんですよね。そうです。ですよね、はい、SS の時にあったエマージェンシーブルゾーンを別注で作っているということで、着てみたいんですけど、いいですか？はい、お願いします。説明しましょう。ありがとうございます。はい、この形がすごい好みで、
身幅めちゃくちゃ身幅ありますね。長いですよねこれね。でも丈はそんなに長くないんですよね。これ締めるとこんな感じですね。広いですね。広い、これだいぶ広い。これ絞るとねすごい良かったんですよ。絞った時のシルエットがすごい良くてこんな感じになって、うん、ふっくらとしたバルーンっぽい感じ、あとこのアームの部分にたまる感じが個人的にすごい好みで、これは結構欲しいなと思ってます。はい、なんか別注のポイントみたいのはあったりするんですかね。はい、この形は SS にあった形なんですけど、その形がとても気に入ったので、表地と裏地を全て別注で変えさせていただいてます。で特に表地は今回バーバリーのトレンチで使うようなバーバリークロスっていう玉の紙模様のちょっとこう角度を変えるとチラチラするような生地を使ってるんですけども、まあ、こういうちょっとミリタリーっぽいのを使って、で裏地はあんまりトラッドになりすぎないような少しモダンに見えるモノトーン調のチェックを貼ってもらったっていうところが別注ポイントです。これってもともとのベースはどこから来てるとかって分かります？あ、分かります。1940年代ぐらいのイギリスの軍物にこういうエマージェンシージャケットっていうのがあって、それがベースになってるんですけど、本物はこういう毒矢がついてないもっとこうポンチョみたいなものなんですね。はい、で緊急時に仲間を助けるために、目立つ黄色とか色を貼ってこうハタハタとさせながら、助けてくださいっていうのをサイン出してたような服なんですけど、それでこういう分量感があるシルエットなんです。そういうことですか。はい、本当に魅力が詰まった。裏地も見せてください。裏地こんな感じ。裏地も可愛いですね。こんな感じです。ありがとうございます。オンラインサイトでも購入はできるんですね。はい、もちろんです。ぜひチェックしててください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次は個人的に気になってるのはこのニット。ブランドはコーヘンっていうブランドで、これは山形のニットメーカーのファクトリーブランドで、大江健さんっていう方が確か社長の方でしたっけ、はい、でやられている独自のブランドで、そのニットメーカー自体も、まあ、国内外の結構有名なブランドも手掛けているようなニット工場で、まあ、そのファクトリーブランドっていうこともあって非常に物はいいそうです。一番の特徴っていうのは、はい、後編っていうのはもともと日本語で交わるに編むって書いて後編っていう言葉が由来なんですね。で後編の意味は、まあ、2種類以上の異なる糸を一緒にこう混ぜて編むっていう意味なんですけど、ここで使ってる糸はすごくバルキーなこう太い糸なんですけど、こういう緑の部分とか黄色の部分とかブルーの部分で全部糸の種類が変わってるんですよ。でそれを機械で編んでいくときに、当然太い糸を引っ張る時の力と細めの糸を引っ張る時の力っていうのはこう力加減を変えていかないといけないので、機械編みで作るととっても難しいんですね。で本来こういう2番手の糸を使っていく場合っていうのはもう手芸の領域で、手編みのニットとかはそういうものが多用されてるんですけど、機械でそれができてしまうっていうところが一番特徴ですね。はい、このニット自体のなんか特徴みたいなのってあったりしますか？ニット自体はかなりトラディショナルな、アラン編みとか、はい、ノルディックニットみたいなものがベースになってるんですけども、その柄を、従来のトラッドなものよりも少しこう拡大して作ってたりとか、あとはこういう糸の種類をバリエーションを持たせたりして、伝統的なデザインを少しこうモダンに見えるように作ってるっていうところが特徴ですね。なんかちょっと女性的な感じが、ね、男性の中でも可愛さを出せるようなアイテムかなと思います。手島くん似合いそうだ。何でも着れますよ僕は。僕はこの白が、最近白好きで、確かにこのオーバーのアラン可愛いですね。白はあとなんか袖のこのリブの部分の切れ替えっていうのが面白い、ね、デザインですよね。続いては、チノというブランド、チノ自体はもともとレディースの展開しかなかった、ブランドで、デザイナーさんってもともと文化の方ですよね。文化ですよね、はい、多分見てる方でも文化通ってる方も中にいらっしゃるかなと思うんですけど、18SS からメンズラインも始まりまして、 AW から始まったんですよね。そうです、はい、AW からこのベシックさんでも始まったそうで、なかなかまだ知らないっていう方も多いかなと思うので、ちょっと紹介させてもらおうかなと思います。は
はい、なんか今期のアイテムの特徴みたいなのがあったりしますかね。そうですね、はい、チノ自体は、はい、とてもスッキリしていて、シンプルな服が多いんですけども、はい、少しだけデザインを要所要所に入れるのが上手なところで、今回のアイテムはほとんど袖が絞れるようになってるんですね、はい、で通常のこういうフラップの袖の絞り具合よりも随分極端にこう絞れるようになっていて、着ていただくと分かるんですけども、この絞った部分に袖がこう生地が溜まって、この丸みが出てフォルムが変わるっていうすごく面白い変化が出せる仕様になってます。すごい好きな感じです。溜まるやつ、溜まるやつ本当にすごい好きな感じです。このチェックは結構個人的に気になってて、一番今年っぽいです、ね、今年っぽいですよね。可愛いですね、はい、一回これを着てみても大丈夫ですか。お願いします。見たいと思います。手がもうすごい短いですね、はい、袖の重さっていうのはすごいある。このリブの太さとかね、ちょっとなんか本当レディース感も残しつつの感じがいいですね。ちょっとセミダブルのライダースっぽいような、今日みたいなオールブラックには入るアイテムですね。これはただ、ね、値段がなかなかちょっとするんですよこれおいくらなんですか。値段したんです確か75,000円ですね。ほう、には買えないですいやでも本当に値段相応のクオリティかなっていうふうには個人的に思いますし、リブの太さってなかなか他のブランドじゃ見ない。締めるとこんな感じ。新しい、あんまりこういう形は見ない、うん、ポケットも斜めになってるんですね。このポケットの感じも面白い。いや着ると欲しくなっちゃうねこれ着ると欲しくなっちゃう。いいな。チノオンラインとかやってるんですかね。はい、やってますか、はい、オンラインサイトチェックできるそうで注意してください、まあ、その他かわいいこれは、ね、ティムとかもやってますし、このニットベスト、や今ニットベストすごいから、ね、かわいい。これもティムですか。それは古着の手編みのニットなんですよ。手編み、この色よ手編みめっちゃかわいいですね、はい、これでおいくらになりますか。1万1,000円でした。え、手編みで意外と安い、安いとか普通に欲しい買おうかな。最近は少し肩が広めに作ってあるベストっていうのがシルエットが面白く出るんで、レディースとかでも多いですね。ありますよね、オーラリーが出してます、はい、そうですね。僕もウールのニットベストを買って肩がちょうど隠れるぐらいのシルエット、いいですね。すごい気に入ってるんですけど、こういう柄もいいですね。これは手編み独特な柄の出方ですね。エイトンっていうブランド、エイトン、はい、アトムだと思ってました。アトムだと思った。言葉の意味は A to N で A から N っていう意味のエイトンで、なんか最初から最後までこうものづくりをするっていうのにこだわってやってるブランド。おー、エイトンも本当高感度なセレクトショップにしかないようなイメージなので、ここで見れるのは本当に嬉しいですね。個人的にはパーカーはすごいおすすめですし、可愛いですね。ユニセックスですもんね、このブランドさん自体は、はい、すごいずっしりしてますね、うん、重みのあるパーカーで、ここに A っていうロゴも入ってるんですよ。本当にユニセックスで使えるブランドなので、ぜひ手歩くを、うん、いいと思います本当に、はい、すごい好きなブランドというか買ってみたいなって思ってるブランドですね。この黄色、黄色やっぱり今すごい、もともとなんだっけ、ブラック&ブルーのデザイナーさんですよね。そうですよね。こうスタンダードなアイテムだけどちょっと癖を入れてる感じとか、色味をこう変化を変えてる感じはなんかブラック&ブルーにもあって、すごい近いものを感じるなと思います。テーマがアップル&オレンジっていうテーマ、もうまあ、それのアップルグリーンがこのアイテム以外もアウターとかも、この色を使っているものがあって、一つニューカーの今年のテーマカラーになってますね。あ、そうですね、はい、確かに。あとはなんか古着とかもこのスペースだとか、あ、本当だ、パタゴニアもありますね。ですのでこうセレクトショップですけど古着も見たいっていう方にはすごく面白いお店かなと思います、うん。あとコンバースとかもすごい品揃えがいいですよね。ありがとうございます。これもあれですか、CT70 ですよね。はい、そうですよね。
結構探してる方多いかなと思うので、僕が、ぜひ。僕は欲しかったです。本当買ってくださいしかも色のバリエーションがすごく豊富なので、狙っている方はぜひ一足欲しいな。じゃあ最後にちょっと今日買いに来たアイテムの出していただいても大丈夫ですか、はい、すみません。お目当てのお目当てのアイテムを。 ありがとうございます。いいですか、はい、すみません。今日はこのアイテムを買いに来たんですよ。シンプル。これはオーラリー。もうどこも完売してしまっててないのかもしれないんですけど、ちょっと予約をさせてもらってて、ついに取りに来ることができたというか、はい、買いに来れました。去年がすごい人気だったっていうイメージがあって、今年も本当すぐだったんですよね。そうですね、はい、本当即日完売してしまうぐらい人気のアイテムみたいで、まあ、このチェックは個人的にはすごく好みのチェックだったので、買いたいなと思ってました、はい。これコートの方も入荷はあるんですか、ね、はい、あるでします。じゃあコートを狙ってる方もね、多分いると思うので、ぜひ遊びに来てください。はい、これは購入したいと思います。ありがとうございます、はい、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、購入させてもらいました。島君もね、はい、コンバス急遽買ってしまいましたました、ね、はい、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりすごい知識もある方なので、ブランドのこともいろいろ教えてくださると思うので、ぜひお店の方に一度ね遊びに来ていただけるといいかなと思います。お願いします。はい、店内の重機なんかも店長さんが自分で作ったりなんかもしてそうで、お店のこだわりもねすごいので、実物を見た方がやっぱり楽しいかなと思うので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、こんな感じで大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、以上今回は中目黒でお買い物をさせていただきました。はい、本当ベシックさんすごくいいお店なので、はい、ぜひ遊びに行ってください。概要欄にお店のインスタグラムとオンラインショップの URL 貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、では今回の動画参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。その他 SNS、ウェア、インスタグラム、ツイッターやってますので、ぜひそちらもフォローお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。りょうの動画でした。ありがとうございました。バイバイ。買おうかな。買うのいいね。履くだけ履いてみたら？いいですか？どうします？シャンボーっていくつですか、サイズ？20… 結構小さめを買ったんですよ。あ、そうなんですね。あ、でも入る。入りました。ちょっと大きめって言われてるんで、27.5 ぐらいかもしれないですね。いいね、今日の格好にも合うよね。ふかふかしてます。うん、ソールがすごいね。ソールが厚いですよね。やっぱり日本のコンバースより全然履きやすいですよね。履きやすいですね。そうですよね。クッションもいいですし、いいですね。ここが、皆さん、はい、ここがやっぱりクッション厄災です。ここのあのクッションがすごくて、うん、そうだよね。まあ、あとはこのアテネノとかもついてるんですよね、この中にね。なのでしっかりしてると。黒がいいですかね。まあ、一番使いやすい。ありがとうございます。購入。はい、お願いします。本当に欲しかったんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。